J-POP が貸したでございます。今日は平成20年式のムーブですね、カスタム RS です。車の外観の方ですね、まずこの辺ちょっとタッチペイントします。あとここがちょっと微妙ですけどね、タッチペイント跡がありますけど、多分これ落としたら大した傷じゃないと思うんですよね、いう感じです。あとは助手席、運転席のドアですね、ここに12、3センチぐらいの傷がシャーッと入ってます。あとこちらにちょっと傷ですね、立ち面の跡はないです。あとこちらにも傷ですね、これ後ろの、運転席の後ろのドアですね。運転席の後ろのドアの、ここがドアノブの下あたりからリアフェンダーのここら辺ぐらいまで薄い線傷が入ってます。ちょっと落とせるか落とせないか微妙なところですけど、小さくはなると思います。あとこの辺にも何かありますね、ちっちゃい傷がね。リアバンパーがこの辺にちょっと傷がちょこちょこっとあります。はい、まあちっちゃい傷なんで目立たないって目立たない。あとハッチバックこちらですね、ナンバーの下あたり、今ちょっと目立つところだけね、ピックアップしますけど、この辺ですね、あと角っぽい。ただまあわからないっちゃわかんないんですけどね、ちょっと最近細かいお客様が多いので、細かいところまでちょっとご説明させていただこうかなと思ってます。とリアフェンダーのアーチの部分ですね、こちらの部分、傷、まあ、へこみまではいってないんですけど傷ですね、傷とタッチペンの跡です。それと下のステップですね、ただこれもよく見ないと、まあ、よくわかんないって感じなんですけどね。でここにちょっと多分まあ隣の車がぶつけた跡でしょうね。あと大きいところって言ったら、そのフロントバンパーの、助手席側のフロントバンパーの角ですね、ここにちょっと傷があります。あとこの辺ですね、ちょこちょこちょこっとあります。他にもあると思うんですけども、すいません、今目視でさっきも確認して、蘇生前に確認はしてるんですけども、細かいのは入れてしまうとどうしてもね忘れてしまうので申し訳ございません。大体こんなもんですかね。はい、ディスチャージライト付きです。フォグランプ付きです。インタークーラーターボになります。それとナビゲーションですね、クラリオン製のナビゲーションが付いてます。それとスマートキーですね、なります。スマートキー1個です。とクラリオンの、こちらはハードディスクですね、わかりますかね、ハードディスクのナビゲーションになります。とワンセグ付きです。あとはミュージックキャッチャーとかそういうのついてるんですね。じゃ DVD があるんで、まあ、DVD 回せるんですかね、ちょっと後で確認したいと思います。基本的にはないと思ってください。オートエアコンです。モモのステアリングです。シートですね、こんな感じです。ちょっとシミとかありますけどもね、一応一回これ洗い終わってるんですけどね、内装も外装も終わってはいるんですけど、ちょっともう一回手直ししたいと思います。ちょっと今回業者さんに出してるんで、プロの方に頼んでるんですけど、プロの方がやっぱねちょっと雑な時があるんで、僕らはやっぱり自分の車なんで、かなり念入りにはするんですけども、プロはある一定のところで終えてしまいますんで、こんな感じです。すいません、ちょっとタバコ吸ってたかどうかはちょっと分かりません。こちら、J ボーイ明石店になります。車買い取り専門店 J-POP 明石店、0789393070です。お問い合わせのお待ちしております。失
礼します。